ではあなたがやるところを見ていますわ。私は見ているだけで楽しいですから。いえ、私こういうゲームはあまりやったことがなくて。お見苦しいところを見せてしまいますわ。でもそれもそうですわね。いっそのことスコアの低い方が勝ちにします。だんだんコツがつかめてきましたわ。ターン、ステップ、ジャンプ、やりましたわ。今日の最高得点です。見てください、ノーミスですわ。でも低スコア対決ですからあなたの勝ちですわ。いろいろやらなくてはいけないことがあるのに、だいぶ遊んでしまいましたわ。え？マリさんたちが？そうだったのですか。元気になれましたわ。よろしければもう少し息抜きをしたいのですが、この公園を散歩してから帰りませんか？あなたと二人で歩きたいんです。